小林正秀、小林正秀、小林正宏、1974年5月24日帯は、元プロ野球選手、投手、プロ野球コーチ、山梨県大月市出身。愛称は、小林正。千葉ロッテマリーンズ時代は、幕張の防波堤の異名を取った。2013年から、オリックスバファローズの二軍投手コーチを務め、2015年からは、 ロッテの一軍投手コーチを務めている。山梨県立鶴高等学校から将来は高校野球の指導者になろうと日本体育大学へ進学。首都大学リーグ通算29試合登板し16勝7敗、防御率2.40、最優秀投手1回、ベストナイン2回受賞。卒業時にプロへ進む同級生を見て自分も目指そうと東京ガスへ入社。 二年のうちに声がかからなければ野球をやめるつもりだったが二年目にスカウトの水谷則博に見出されて1998年度のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから一位指名を受けたの後半戦から先発として起用され5勝5敗の成績を残した前半戦などでのリリーフ起用を含めれば46試合に登板しているも 序盤で3試合に先発したが、いずれも敗戦投手になったため、山本浩二によって中継ぎに配置転換され、4月25日の対日本ハムファイターズ戦に虫満塁で登板し、そこを無失点で抑え自信をつけた。シーズンでは、不調のブライアン・ウォーレンと入れ替わりで抑えに固定され11勝6敗14、西部の好成績を上げる。 7月2日の対オリックスブルーウェーブ14回戦で小林の2球目が冒頭となり3塁を狙った1塁走者の一郎がアウトになったその直後にチームが勝ち越したためプロ野球史上初となる打者0人での勝利投手となった5月25日の対日本ハムファイターズ戦から5月30日の対福岡大英ホークス戦にかけて プロ野球新記録となる6日間連続セーブを挙げて、月間 MVP に選出された。しかし、6月までは0勝0敗 21S、防御率0.78だった成績も、7月以降は0勝4敗 12S、防御率11.42と打ち込まれ、最終的には防御率4.33に終わる。この年は、リーグ2位の33セーブを挙げ、オフには、 ニュース番組のゲストに招かれることや、6日連続セーブのエピソードが、寒川和幸の小林正秀物語として漫画化されるなど、知名度を上げた。5月21日の対日本ハームファイターズ戦から、8月5日の福岡大英ホークス戦まで17試合連続セーブのパシフィックリーグ新記録、さらに10月17日の対大阪近鉄バファローズ戦まで、 33試合連続セーブポイントのプロ野球新記録を樹立するなど、44試合で37セーブ、防御率0.83の好成績を残した。も好調を維持し、44試合で33セーブの好成績を残す。6月29日の対オリックスブルーウェイブ戦では、日本人最速となる222試合目で通算100セーブを達成。 からボビー・バレンタインが監督に就任すると、投球回数が増加。西部の中島博之に、勝ち越しの満塁ホームランを浴びる、と、救援失敗も目立ったが、アテネオリンピック野球日本代表に選出されたおきに、変則モーションの強制に取り組むと、日本代表の守護神として、銅メダル獲得に貢献した。だがシーズンでの成績は序盤に安定感を欠いたことも、あり。 8勝5敗20セーブ防御率3.90の成績で終わった。5月18日の対広島東洋ガープ戦において、プロ野球史上4人目の通算150セーブを達成、通算312試合登板した。同年は安定感を取り戻し、矢部康彦、藤田総一との勝利の方程式は、裕福と称された。2勝2敗29セーブ防御率2.58の、 成績を残し、最多セーブ投手を獲得。第4戦で4点リードを追いつかれるが、10月16日の、プレイオフ第2ステージ第5戦、対福岡ソフトバンクホークス戦、福岡ヤフードームで同上げ投手となる。そのまま日本シリーズ、対阪神タイガー,アース戦でも第4戦に登板して、同上げ手となり、11月13日のアジアシリーズ。 タイサムスンライオンズ戦でも最後の打者を三振に打ち取って三度目の胴上げ投手となった。オフシーズンに球団の日本人歴代最高年俸となる2億5000万円で契約公開した。6月7日の対中日ドラゴンズ戦で登板し、日本プロ野球初の6年連続20セーブを達成。セーパ交流戦でも3勝0敗 13S の成績で交流戦 MVP を獲得。 8月18日の対北海道日本ハムファイターズ戦では史上3人目の通算200セーブを達成するがこの試合以降は一度もセーブを上げられなかった最終成績は6勝2敗34セーブとセーブ数は前年を上回った8月26日の対福岡ソフトバンクホークス戦でセーブを記録し自己記録を更新する7年連続20セーブを達成 しかし、8度の救援失敗から守護神転候後発となる降格を経験した。同年11月2日、周囲から動向を聞かれる、煩わしさを避けようと FA 健康誌を宣言した。11月20日にクリーブランド・インディアンスと2年契約を交わす。契約内容は2008年と2009年各300万ドル。 契約発棄の場合は25万ドルの2年計625万ドルで3年目については球団側が325万ドルの選択権を持つものだった。4月26日の対ニューヨークヤンキース戦でメジャー初登板を果たしチームのサヨナラ勝ちによってメジャー初登板初勝利を挙げた。1年間を通じて降格することなく在籍し、 主に中継ぎとして57試合に登板して4勝5敗、6セーブ、防御率4.53を記録。は、前年の活躍から一転して10試合の登板、防御率8.38と不振に陥り、5月16日に降格した。その後、インディアンス参加 3A のコロンバス・クリッパーズに合流して、メジャー復帰に向けて調整してたが、7月18日に、 インディアンスから契約を解除された。メジャーの他球団からのオファーを待つが、動きがなかったため帰国している。2009年12月1日、年俸5000万円プラス出来高1億円の1年契約で、読売ジャイアンツへの入団が決定。背番号も30となった。スコアボードの表記は、雅のない小林となった。は、 3月28日の東京ヤクルトスワローズ、戦で7回に日本復帰後初登板するも2失点とほろ苦い、復帰登板となった。4月3日の広島東洋カープ戦では9回途中にマーククルーンの後を受け登板し、ピンチを脱し、復帰後初セーブを挙げた。その後は、抑えのクルーンが故障離脱して抑え不在となったが、不安定な投球が目立ち、 抑えで起用されることはなかった。また、前述のセーブが、現役最後のセーブとなった。そして5月2日に2軍落ちした。7月7日に再び1軍登録されるも不調で4日後の11日に、登録抹消されると中盤以降の優勝争いが、熾烈になっても1に昇格することはなかった。最終的に12試合の登板で1セーブ、防御率5.14に終わり、 10月29日に戦力外通告を受けた。その後、11月10日の12球団合同トライアウトを受験した。ここで最速時速 145km を計測し、打者5人を無安打に抑える、好内容を見せたことからオリックスバファローズが獲得に動き、11月19日に契約した。背番号は34は。 開幕1軍入りを果たしたが前年以上に安定感を欠き、5月2日に2軍落ちすると一度も1軍に昇格できなかった。最終的に6試合の当番に止まり、防御率13.50と結果を残せず、10月に戦力外通告を受けた。11月1日に現役引退が発表された。シーズンからオリックスの2軍育成コーチに就任し、 より二軍投手コーチに就任。松葉隆弘、佐藤達也の育成に貢献した。10月1日に球団から退団が発表された。10月16日に古巣であるロッテの一軍、投手コーチ就任が決まった。2018年からは、ベンチ担当、チーム防御率5位と低迷し同年退団主な球種は、時速 150km 前後のストレートと、 高速シュート、時速140キロメートル近いスライダー。緩急を使うことが少なく、ストレートで押しながら左右の揺さぶりで攻める。当板の度にピンチを背負い、味方ファンをハラハラさせながらも、最終的には抑えるため、劇場型とも言われた。自身のスタイルについては、どんな形でも最後に勝って試合が終わればいいとっている。毎年50試合前後に当板しながら、 故障をしないからだと精神的なタフさにも定評があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。